はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水の管理付け員、株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今回はですね、冷却水の電気伝導率が高くなる原因についてお話をしたいと思います。濃縮が高くなってくるとですね、電気伝導率っていうのがですね、どんどん上昇してきます。これは水の中に含まれるカルシウムとかですね、マグネシウム、そういった電気を通す物質の数がですね、どんどん増えていって電気伝導率っていうのが上がってくるんですけど、じゃあこの電気伝導率が上がる原因は何なのかと言いますと、先ほど言った濃縮が原因なんですけど、じゃあ濃縮はなぜ起こるのかと、通常何もせずに水をですね、定期的に入れ替えていれば、そうですね、濃縮っていうのは起こんないんですけど、濃縮を起こす原因の一つとしては、給水がされてないということです。同じ水をですね、ずっと使い回していて、あとボールタップからしかですね、給水が入ってないと。そうするとですね、濃縮がどんどん高くなって電気伝導率が上がってくると。定期的にですね、水を入れ替えてやる必要があります。例えば設定値を100とした場合ですね、100まで電気伝導率が上がってきたら、そこで水をドーンと入れてですね、新しい水と入れ替えて電気伝導率を下げてやると。でまたどんどん濃縮が上がってきて100まで上がってきたら、また補給、水を補給してやって水の入れ替えを行う、電気伝導率を下げてやると。これを繰り返す必要があります。例えば補給する時の電動バルブを故障しとってですね、水が入ってないとか、それとかですね、あと給水の仕方が足りないとかですね、になってくるとどうしてもですね、電気伝導率っていうのは上がってきます。ブローの管理とこの電気伝導率の濃縮の高さっていうのは関係しますんで、ブロー弁のですね、ちゃんとしたこう作動と、あとちゃんとした給水がされているかっていうのはですね、定期的にチェックをされた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回はですね、電気伝導率が高くなる原因についてお話をさせていただきました。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の冷えが最近悪いなーってとかですね、電気伝導率が非常に高くなって、スケールがついてきたとかですね、冷却水の流れが悪くなったとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。